こんにちは林投資研究所の林智之ですこんにちはフリーアナウンサーの大橋洛子ですうねり取り練習帳今回はうねり取りのね,ねですさあテーマは何でしょうかはい分割売買ですね分割売買前,前回もね、はい、触れましたけれどももう少し詳しくね分割の話をしていきたいと思いますはいはい さあ分割ということはトレードするポジションを分けるということだと思うんですがどのように分けていくのか一つのサンプルです、はい、前回もお見せしました「はい、買い上がる」という例ですね、はいはい。安値で買うのは難しいから動きについていって上がっていくところで「おこれいけるんじゃないか?え」ー「あやっぱりいけるよ」「絶対いけるよ」って言って買い上がっていく。 まあ3回に分けてますけれどもで手じま、ねはいがもうちょっとこうダブルトップみたいになって、えー、あこれれは崩れたかなその時に、えー、3日前に売っておけばとか先週売っておけばよかったなそこまで戻らないかなとか言わずに値動きについていくためにまず降りちゃう。はい こういう展開ですね。これがいいんじゃないのということです。はい。はい、ということで分割で仕掛けるポイントのサンプルなんですが、もう一つのパターンがありました。下がっているときにどうするんでしょうか。そうですね。まあ逆張りで買っていこう。はい。安値を丁寧に買って上げに乗るというときには、下下げ止まったかなといってまず一買ってみると。はい。 だけど下に抜けちゃったんでダメだ投げようこのダメだ投げようがすごく大事そうですね,ねここがポイントですね始まいましょうというのが一つのねルールですか、はい、プロの発想ですから、ね、これがなかなかできないじゃないですか、はい、だから、えー、できやすくする自分がやりやすくする行動しやすくするために分割するということなんですけれども、はい、で下がっていったところでまた一、えー、買うとはい これあの、ねえー、安値のところにまた千株買というのがありますけどまた千株買いはもうちょっとで、ね、まあ先ですね、はいはい、こんなふうに分割していく、えー、慎重に石橋を叩きながら進んでいくさっきのね,ね上げ買い上がりの時は123とポジションを増やしていきましたが、はい、これは1 作って切ってて切もうう一回です、ね、そうですはい。というように、まあ、分割で、まあ、試しに入れるものと増やしていくものとちょっとポジションの性質が違うんでしょうか、うんまあ、とにかくね一、うんえー、点狙いっていうのは難しいから必ず分割していくということと、はい、前回もやりました区切り。 をつけると,ということが重要なんですねこうやって見るのは簡単言うのは簡単じゃあ実践できるのかって言ったときにそうですねこう練習してくださいというのがあるわけですね、はい、練習をしないとはいきません、はい、頭で分かっててもね体が動かないんです人間ははいはいだから練習しますはいはいあの避難訓練なんかと同じですよはいみんな知ってますよねはい 避難の仕方とか、一応火事の時はこうとか、でも体が動かないから避難訓練をして、いざって時に体が動くようにすり込み。インプットした。そう、すりこ、すり込みですね。はい。そのすり込みです。まずは区切りを良くするために、単発で、まあ、これ買いで説明してます。空売りでもいいんですけれども、単発で買う。これが仕掛けですね。で、それを手仕舞いする。まあ、早めでいいですよね。とにかく買って。 で、手締舞いする。で、ええ、区切りをつける。これが第一歩ですね。だらだらそのまま。持っていないということです。はい。それができるようになったら。今度は分割の練習です。はい。と言っても、三回も四回もの分割は難しいので。はい。シンプルに二回。二回までなんですね。二回ですね。はい。まあ、同じ数量がいいですよ。はい。まあ、例えば、百株買い、百株買いとかね。 2回の分割で仕掛けてそれを一括で売るとで区切りをつける早めでででいいいすすこれ逆やる人多くなか最初にドーンと買っちゃって切る時にねちょろ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 難しい一点狙いをやってドンピシャに当たんなきゃやだっていう心理になってるからダラダラしちゃってねうまくいって でもまあダメでもなんかダラ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 こう分割で手仕舞いするとかむしろこれ逆にするわけです。はい、これが正解だと。 思いますこれは本当に皆さん練習していただければと実践でねそうなんですねこれね100株でもいいから練習しないといきなり大きいロットで買わないということから始めていただいて細かく買って増やしていくというやり方ですねでその細かく買う時の最初の玉のことを試と呼ぶんでまあ例えば3回に分けた。 はい、という時に、はい、じゃあ最初の1回目試し玉だと、はい、じゃあこれはね損益が生じないのかってそんなことないわけですよね。ポ、うん、ポジジシショョンンののの一部じゃないですか本物だけどこれをあえて試し玉と呼ぶことによって、はい、でもこれ駄目だったら切ればいいと。はい 潔くてしまうということもできるわけですね。撤退してやり直すっていう発想が自然なものになるじゃないですか。これがプロがやる手法なんですよね。そうです。もう何度でも入ってやり直し。そうですね。上手な人それできますよね。切ってまた買ってまた切ってまた買って何度でもやる。はい。はい。だから試し獄に対してその後が本欲と。はい。まあ偵察隊が出て。 本体が進んでいくということですね、はいはい、こういうふうに名前をつけてやることで行動力につながるとはい。これがプロの工夫ですね何、はい、のことはないようですけれども大きな違いが出てくるとで,ではさっきのチャートもう一回見ていただきましょう分割で仕掛けるポイント買い上がりというチャートですもう一個手前ですね 買い上がり、はい。この時に試し玉と本玉どう違うかっていうのをちょっとね説明していただきましょう。ううね、はい。まあ一が試し玉ということですね。一、はい、は試し、はい。で二と三が本玉になってくるわけですね。はい。まあ、はい、こんなようなあ分け方ができます。はい。で,、はい、で次のチャートでいって下がってくる時の、はい。これは一、えー、試し玉を入れた、はい。それをぶん投げたんですね。はい。で下がったところで 再び、えー、試し玉を入れて終わっているわけです。そうですね。これは本玉が入ってない状態ですね。すねはい。はい、こういうことができるかどうかということが非常に重要だと、はい。そのためにさっきのような練習をしてください,い,、はい。はい。練習しなくちゃいけないということは簡単じゃないってことですかね。はい。やっぱりね。はい、はい。うねり取りは。 難難しししいいいいんんでです今日のまとととめうううねりりはななこょももだからでも基礎からね丁寧に説明してますし練習をしましょうということをやってるわけです。大体ね理屈だけ言ってねはいこうやったら儲かりますよって無責任じゃないですかちゃんと練習をして本番に臨むとこういう手順を踏んでください。 はい、はい、ということで、えー、今回はうねり取りの根の根分割売買ままで来ました是非皆さん復習をね兼ねながら、えー、覚えていってほしいんですが、えー、パンローリングのホームページに、えー、このうねりとりの チャンネルがありますのでチャンネル登録をしていただいて、えー、過去分の映像も見ていただければより実践的に身についていくかと思います、はい、まだまだこのシリーズ続いていくんですがでこの矢印のところに、はいえー、クリックするとですね、はい、このバナークリックするとですねあのーえー、とうちがまあ提唱しているですね教材、はい、とか、はい、支援ツール、はいはい、そういったものが並んでますので、えー、そちらもですねぜひご覧になってください はい、はい、ということで次回はうねりとりのりに入っていきます次回はうねりとりのりですねあちゃんとりになってるりぐいと損切りそうですね。りでりぐいと損切りですね今回はねうねりとりのねで分割売買でしたけれどもそうですねはい <laughs> はいりぐ、はい、<laughs> いと損切りと だんだんね、これ見て、次こんな話するんじゃないのってね、はい、想像つくようになってきたんじゃないかと思いますが、次回もご期待いただければと思います。ということで、ご覧いただきありがとうございました。